角川エンタテインメントネクスト賞は角川書店が主催していた公募新人文学賞。単にネクスト賞とも呼ばれる。受賞作は B6 変形並製の定裁で角川書店から刊行される。既成のジャンルにとらわれず新しいエンタテインメント作品を生み出す情熱とみずみずしい感性を持つ書き手の登場を期待して創設される。 第2回の発表をもって終了する。ノンフィクション、論文、鹿、絵本を除く講義のエンターテインメント小説を募集する。当初は投稿された全作品に対してコメントシートの発送が行われていたが、途中から選考状況をより明快にするために、選考の結果、総合評価 A から C までのものが、ネクスト賞のホームページと野生時代史上で、 編集部到着から5ヶ月以内に発表され、総合評価 A から C までのものにのみ、コメントシートが発送されるという形式に改められる。2002年12月、第1弾の3作品が刊行される。この3作中に作はすでにデビューしている、小説家によるものだった。角川書店主催の新人文学賞に、野生時代青春文学大賞、野生時代フロンティア文学賞がある。 研修者が直接応募作を審査するという共通点を持つ新人賞にメフィスト賞カッパワントーリューモンがある。ありがとうございます。